コンデ包囲戦は、フランス革命戦争中の1793年4月8日から7月12日にかけて行われた、フェルディナント・フリードリヒ・アウグスト・フォン・ビュルテンベルク率いる、ハプスブルク帝国軍と、フランス亡命軍によるバランシェンヌから 14km 北東のコンデシュルレス港への包囲。ジャンレストールド・シャンセル率いる、コンデ中流軍は3ヶ月間の包囲の後降伏した。 オーストリア軍が3月中旬のネイルインデンの戦いで勝利したことで、フランス軍はオーストリア領ネーデルラントから追い出された。その後、シャルル・フランソワ・デュムーリエが寝返ったことで、フランス兵士の士気が低下、フランスの政治家も同様して、ほとんどの将軍の忠誠を疑った。オーストリアなど第一次退伏大同盟軍は、フランス北東部辺境の要塞戦に向けて、進軍。 まずコンデを、続いて、バランシエンヌを包囲した。一方、フランス軍はギロチンを恐れる将軍に率いられて、苦戦しながらも、自国を守ろうとした。1793年3月18日、シャルル・フランソワ・デュムーリエ率いるフランス軍が、ネイル・インデンの戦いで、フリードリヒ・ヨシアス・フォン、ザクセン・コーブルクイコールザールフェルト率いる、オーストリア軍に挑んだ。 フランス軍は、不評4万と騎兵4500で、オーストリア軍は、不評3万と騎兵9000だった。フランス軍右翼途中央部では激戦となったが、左翼が敗れて戦場から離脱した。3月21日にルーベン近くでも敗北すると、フランス軍は24日にブリュッセルを放棄、多くのフランス兵が脱走した。デュムーリエは、オーストリア軍と交渉して、 オーストリア領ネーデルラントから撤退する代償として、フランス軍の通過を認めさせた。その後、フランス軍は国境線の後ろに陣営を構えた。ホラント方面軍は、リール近くで、アルデンヌ方面軍は、モールデで、北方軍は、ブルイユサンイコールタマンで、ベルギー方面軍は、コンデシュルレスコーとバランシエンヌで陣地を構えた。デュムーリーは密かに、王道派であり、 1793年に1月21日にフランス王類十六世が処刑されるとパリに進軍して国民公開を打倒しようと計画した。そのため彼はオーストリア軍と交渉、国境線が守られていない間でもフランスに侵攻しないよう協力を求めた。4月1日に戦争省のブルノンビル公爵が政府の代表とともにサンイコールタマンイコールレゾーに あるデュムーリエの大本営に到着して、返答を要求すると、デュムーリエは彼らを逮捕して、オーストリア軍に引き渡した。しかし、国境地帯の要塞を支配下に置けなかったため、計画はすぐに失敗した。このことを示す事件としては、デュムーリエが、ルイ・ニコラ・ダブーの志願兵大隊から発砲されるという、ものがある。騎兵と、正規軍の不評の一部が計画を支持する。 可能性もあったが、邦兵と志願兵は心から革命を支持しており、デュムーリエの指示を拒否した。1793年4月5日、デュムーリエは、シャルトル公爵、ジャンバティスト・シリュス・ドバランスなどの士官と共に、オーストリア軍に寝返った。計画が失敗したことで、オーストリア軍は進攻を再開した。今では、スヘルデ川とエーヌ川の合流点にあったため、 戦略上の用地であった。コンデの支配者たちは、コンデの守備を強化し続けたため、中世末期には、石像の城壁と等、さらにその外周には堀が掘られた。スペインは1654年に守備を近代化しようと、したが、コンデは、翌年に、フランスのトゥレンヌ施策に占領された。フランスが1659年のピレネー条約で、コンデをスペインに返還すると、 スペインはコンデを要塞化した。スペインはコンデの周りに両方立て、古い城壁を内側の防御船として流用した。両方は初め土で作られたが、1666年に石で覆われて補強された。仏乱戦争中の1676年4月、フランス軍は再びコンデを包囲1678年の内命編の和訳で、それを獲得した。 水域の専門家、セバスティアン・ル・プレストルド・ボーバンは、ンで東側の守備を補強、半両方二つ、両方一つ築いた。さらに水門を築いて、東側の堀の水位を変更できるようにした。また、要塞の外では四角のリダウトが5つ築かれ、包囲群を主要な防御工事からできるだけ、遠ざかるようにした。要塞は、フランス王類14世の治世中、 攻撃を受けなかった。技術将校のピエール・デュ・ビュアは1770年代にコンデの防御工事に変更を加えた。コンデの防御工事の一部は現存している。写真は2009年撮影。コーブルク率いるオーストリア軍及びヨーク公式化のイギリスハノーバー軍からなる大仏大同盟軍はコンデとバランシエンヌを包囲して攻略し、その上で進撃する方針を取ることとした。 1793年4月8日、フェルディナント・フリードリヒ・やウグスト・フォン・ビュルテンベルク率いる同盟軍の分隊6000人がコンデの包囲を開始した。ビュルテンベルクの軍勢のうちオーストリア軍は、第15ダルトン不評連隊と、第57ヨーゼフ・コロレド不評連隊の1個大隊ずつ、第30ドリーに不評連隊、第38ビュルテンベルク不評連隊、第55マレー不評連隊、 第58フィアゼット不評連隊の混成軍2個、大隊、チロル狙撃兵4個中隊、第12カバナク強硬騎兵連隊2個大隊で構成された。フランス応答派の派遣軍は、ベルチェニー・フザール連隊、サックス・フザール連隊、ロワイアル・アレマン騎兵連隊の2個大隊ずつだった。フランス側の混んで中流軍は、ジャン・レストルド・シャンセル順将が、 指揮官を務め、4個不評大隊、4個独立中隊、8個、騎兵大隊で構成され、合計4300人を有した。オーギュスト・マリアン・リピコード・ダンピエール、レーモン・モンボワ・ザン作、1834年。デュムーリエが寝返った後、フランス政府は1793年4月4日に、その公認として、 オーギュストマリアンリピコード・ダンピエールをベルギー方面軍の指揮官に任命した。4月24日には軍の再編が行われ、ベルギー方面軍とホラント方面軍が解散され、残りは北方軍に編入された。ダンピエールは北方軍を指揮することとなり、その配下のアルデンヌ方面軍はフランソワ・ジョセフ・ドルオドラ・マルシュンが率いた。ダンピエールは 自軍が休息を要すると知っていたが、派遣議員が行動を要求した。ダンピエールの軍勢は4月15日にバランシエンヌ、近くのハマールの軍営を再占領した。2週間後の5月1日、フランス軍は、コンデの包囲を解くべくフリードリヒヨシアスフォン、ザクセンコーブルクイコールザールフェルト率いる同盟軍を襲撃した。フランス不評は勇猛に攻撃したが、批兵の援護がなく、 襲撃は失敗した。ダンピエールは5月8日のレムの戦いで、再び襲撃を試み、フランス軍最翼が敵軍を押した。イギリスの衛兵旅団が戦闘に投入され、フランス軍を押し返したが激しい砲火で撃退された。しかし、フランスのコンデ救援の試みは失敗した。戦闘に参加したフランス軍3万のうち1500人が、死傷。 一方の同盟軍は死傷者600を出した。コーブルクの軍勢は、オーストリア、プロイセン、オランダ、イギリス軍の同盟軍だったが、その多くが戦闘に参加しなかった。ダンピエールは大体を失う重傷を負って戦場から担ぎ出され、翌日に死亡した。ダンピエールは戦死したが、国民公会では、ジョルジュ・クートンにより裏切り者として批判された。 たとえ生き残ったとしても、ダンピエールは、当時疑われていたため、ギロチンにかけられるのは避けられないと思われる。5月10日には、同盟軍が8日に失った陣地を奪回、フランス軍は、ファマールの軍営に撤退した。1793年5月23日、同盟軍は、ファマールの戦いで、フランス軍を撃破した。同盟軍2万7千のうち1100人が死傷した。 一方、ラマルシュが指揮を引き継いだ、フランス軍は2万7千人のうち3千が、死傷、さらに300人が、捕虜、大砲17本、軍機3本、弾薬を乗せた、台車14台が露隔された。その結果、同盟軍は、バランシエンヌを包囲した。今で中流軍は、孤立、気球で、他のフランス軍と連絡した。しかし、この連絡手段が、あだとなり、 今でデ中流軍が食料を不足に陥ったことが同盟軍に露見してしまった。結局、シャンセルは1793年7月12日に降伏、守備軍は捕虜になり、大砲103門が同盟軍の手に落ちた。同盟軍の損害は不明だった。同年7月28日には同盟軍はバランシエンヌも陥落させた。しかし、同盟軍はここで、 致命的なミスを犯した。コンデとバランシエンヌをダッシュした時点では、要塞戦に開けた穴に十一万八千の軍勢が集中していたが、同盟軍はそのまま進撃せず、軍を二手に分けた。同盟軍は次に八月二十四日から、ダンケルクの包囲を、八月二十八日からルケノワの包囲を開始した。ルケノワ包囲戦は九月十三日に決着を見たが、ダンケルク包囲戦は、 失敗に終わった。こうした事態が生じたのは、同盟軍の指揮官である、コーブルクとヨークコーの二人の間で、意見の不一致が生じ、両者が別行動をとったためであるという。仮にこの時、同盟軍の全軍が進撃していれば、パリを陥落させることも容易であったともされる。一方、コンデを失ったことで、当時のフランス軍指揮官、 アダム・フィリップ・ド・キスティーヌの失脚が決まった。彼は、軍では人気であったが、パリに召喚され、7月22日に逮捕、8月27日に処刑された。シャンセルは9月11日に少々に昇進したが、翌年に、キスティーヌと同じ運命をたどった。シャンセルは、モブージュ包囲戦では、中流軍の指揮官の副官だった。ワッティニーの戦いにおいて、 中流軍2万人は10月15日に早期攻撃を仕掛けたが失敗。翌16日では戦闘がまだ続いていたが、中流軍は動かなかった。フランスが勝利した後、モブージュの包囲は解かれたが、モブージュの守備軍は撤退する同盟軍の追撃に失敗した。中流軍の失策の責任はシャンセルにあるとされ、彼は正義かどうかが疑わしいとして有罪とされ、 1794年3月6日にギロチンにかけられた。コンデはその後同盟軍が維持したが1794年8月29日にフランツフォン・レーニャックが要塞をバルテルミールイ・ジョセフ・シレールに明け渡した。オーストリアの中流軍1500人は1年間対フランス戦闘に参加しないという条件で釈放された。この時のオーストリア中流軍は 第57ヨーゼフコロレード不評連隊と、第58ボーリュー不評連隊の1個大隊ずつ、第34エステルハージキ兵連隊の3個、大隊だった。ありがとうございます。